毎度タガです、今回は、文字のね入力の仕方、入力というか挿入の仕方をちょっとやっていきたいと思います。むちゃくちゃ簡単です。簡単なので、これを一本にまとめるかどうかってちょっと迷ったんですけども、ちょっとまとめちゃいましたね。ではね、最後までよろしくお願いします。ではね、文字の入力をやっていきますね。まずね、この何もないところで入力する場合、タイトルとかなんですけども、そういうタイトルを入れる場合、このメインタイトルですね、これを入れます。だけどこのタイトルっていうのを気をつけてもらいたいのが、このメインタイトルっていうのはね、必ずこのレイヤーの一番下に行きます。なのでポチッと押すと、こうやってね動画がずれてしまうんですね、全部で。ここにね、仮にタイトル入れたとして、足元あって動画を戻そうって言って上に持ってきますよね。タイトルが消えるんですね、こうやって。このレイヤーの関係上、一番下にあるものは見えないんで、こういう風になってしまいます。なので、上にねタイトルを入れたい場合は、ちょっとねここにオーバーレイタイトルっていうのがあるんで、このオーバーレイタイトルを押します。で、編集したいんで、この下にね鉛筆マークがあるんですね。この鉛筆マークをポチッと押してもらうと、こんな画面になります。で、ここのねタイトルが青色になっていることを確認してもらって、このテキストポチッとします。で、ここのね四角に鉛筆なんか書き込んでるようなマークがあるんで、ここを押してもらうとこんな感じになります。で、この状態で、文字を入力すれば入ります。で、これね、どうしようかな、カルボナールだからこうかな、綴りカルボナーラって入れましょうかね。ここに入れよう。で、次に、この文字の編集の仕方なんですけども、ここでねいろんなプリセットがあるんですけども、これは採用せずに、ここにね不透明度って書いてるの、これね色の濃いさを設定できます。色というか文字かな。で、このねエイリアルって書いてるところあるんですけども、これですね、ここが、フォントの設定です。ポチッと押したらね自分の好きなフォントに変えれます。で、あらかじめもうダウンロードしてたんで、これでいこうかなと思います。で、次にね文字のサイズを変えるのがこれですね。ここでもねできるんちゃうかなって思うんですけどもね、ここね引っ張っても変わらないです。なのでここで必ずサイズは変更してください。こんな感じでいいかな。で、行間とかっていうのはちょっとねまた後で説明しますね。で、フェイスの色っていうのが、これは文字の色になります。これをね黒に変えたかったりとか赤とかね、細かい設定あるんですけどね、こうやってね赤にしてこのサイドをいじったりとか、明るさでこうやってね調節できるんですけど、基本的にはねこの色の中から選んでいいのかなと思います。細かい設定したい場合はさっきのでねいじってください。で、枠線の色はここで設定できます。こんな感じでね、ちょっと見にくいな、大きくしますか。こんな感じね枠線が出てきます。僕はここね採用しないんで、消します。枠線のねこの濃度とかもこれで設定できます。この幅とかもね、ただねこれ、ベクターっていう多分その方法で作ったフォントだと思うんで、こういうねトゲが出てしまうのはもう仕方ないですね。で、次はね影の色、ポチッて押して影どういう風になるのかなっていう感じなんですけども、
出てこないな。あ、出てきましたね。これですね。これが影です。まあ、これ距離で、要はその浮いてるような感じを出すっていう感じですね。でブラーっていうのが、あの、すりガラス状ですね。ふわーってこう散るような感じになります。だから中心とか、これはまあ別にいらないかなっていうかですね。これ何かっていうと、まあ文字の位置ですね。これでね、移動できるんで別にいらないなっていう感じです。で、この回転っていうのはまあその名の通り、文字をね、こうやってくるくるくるって回したりとかできます。で、スケールっていうのはこれは大きさですね、やっぱり。で、まあ Y 軸、X 軸とかね、いろいろあるんですけど、まあ別に、これもさっきのね、サイズ調整でいけたと思うんで、あんま使うことないかなって感じですね。まあ、こんな感じですね。で、さっきのね、あの、行間っていうのは何かっていうと、例えばなんですけど、美味しいよカルボナーラ作ってみてねって入れたんですけどね。あの、まあ、こんな感じね。あの、日本語入力の場合、こういうふうにね、重なってしまうんですね、実は。これがちょっと厄介で、これをね、解消するには、ここでね、あの、開業ポチッと押します。毎回ね、開業2回押さないと、こうやってね、広がってくれないですね。これだけ注意してもらって入れたらいいかなっていう感じです。で、これね、実は、ここの行間っていうので、幅を変えれます、こういう感じに。ただ、これね、実は、その、さっき言ったように、開業しても無理なパターンがあって、これね、カルボナーラ、英語と日本語が、混在している場合ね、これ見てください、これ。ちょっとね、幅が違うんですね。で、ここじゃあ開業しないからじゃないのっていうふうに思うんですけども、ここでね、開業したらもっと離れちゃった。そう、これがね、ちょっとね、厄介なんですよね。だから、英語と日本語が混在する場合は、必ずね、あの、もう一個、テキストを別で作って、カルボナーラみたいな感じでね、自分でここにね、ポチって当てはめるのが一番いいです。で、さらにね、もう一個ね、設定ありましたよね。美味しいよのところからいきますかね。ここです。このマーク。まあ、ワードとか触ってる人とかやったらわかるかなって思うんですけどもね。これで、右端に揃えるとか、左ね、端に揃えるとか、真ん中に揃えるとかね。こういう設定できます。でも、これあんまりね、いらないかなって思いますね。これはもう、実際こうやってね、移動できるんで、大して変わらないなっていう感じなんですけど、まあこういう風にね、文字は入力します。ここはね、バックの色と被って見えにくいな、なんかね、まあ例えばその、今この動画やったら別に問題ないんですけども、まあ、風景が、まあ森の赤とかね、そういう感じのね、色がいっぱいあるようなシチュエーションだと、文字入れても見えにくい場合があるんで、バックにね、枠を入れるとちょっと見えやすくなるんで、それを入れるときどうするかっていう、プラスから図形っていうので足してもらうと、こんな感じでね、入れれます。まあ、僕はいつもやってるのが、これでフェイスの色を黒にして、不透明度をこうやって薄くするっていう感じですね。で、必ずね、このレイヤーっていうのもまたあるんで、一番、これね、逆になるんで、一番上から順に、上に来るっていう感じですね。なので、これをね、必ず守っていただきたいなと思います。これがね、逆になってしまうと、どういったことが起きるかっていうと、これ、見えなくなっちゃいます。こんな感じですね。で、さらに言うと、面白いのが、こんな感じに設定して、上にね、
あのプリセットがあるんですね。でこれで、ね、吹き出しみたいな作れたりとか、こんな感じに、ね、あたかもこの手が言ってるかのような、まあそんなわけないんですけど作れちゃいますよね。まあ、こういうふうにね、文字入力とかできます。まあここもね、いろいろあるんで種類が、まあ、例えばこうアンダーバーとかねあったりとかします。まあ、こんな感じでね入力してもらえたらなと思いますっていう感じにね、まあ文字の入力をやっていくんですけども、まあ次回はその音楽のね挿入の仕方とか、まあダウンロードの仕方ですね、それをちょっとやっていこうかなと思っております。またね、わからないことがありましたらまたね質問の方で受け付けてますのでよろしくお願いします。ではね、今回この辺でご視聴ありがとうございました。We didn't say a word too much. We hid behind the daylight while I was long.